パット・オハラ・ウッドは、オーストラリア・メルボルン出身の男子テニス選手。フルゲームは、ヘクター・パトリック・オハラ・ウッドという。1920年代のオーストラリアテニス界をリードした選手の一人で、全豪選手権で男子シングルス2勝、男子ダブルス4勝を挙げ、ウィンブルドン選手権でも1919 19年の男子ダブルスと1922年の混合ダブルスで優勝した。 兄のアーサー・オ・ハラウッドも1914年の全豪選手権男子シングルス優勝者であり、パットとアーサーは二人揃って全豪選手権の男子シングルスを制した唯一の兄弟テニス選手として知られる。妻のメリル・オ・ハラウッドも著名な女子テニス選手だった。パットとアーサーのオ・ハラウッド兄弟はオーストラリアのメルボルンで法律家の家庭に生まれた。 母方の祖父は著名な判事のサー・エドワード・ダンダス、ホルロイドである。法廷弁護士であった父親のジョン・ジェームズ・オハラウッドが、ごく早い時期からテニスに熱中し、パッドとアンサーが10歳ぐらいの頃にこのスポーツを紹介したという。弟のパッドは、少年時代からテニスのみならずクリケットフットボール、ボクシングなど多種目のスポーツに優れ、メルボルン大学で法学を履修した。 1914年に第一次世界大戦が始まり、パットとアーサーのオハラウッド兄弟は二人ともオーストラリア軍に入隊する。パットはオーストラリア軍の軽機兵としてガリポリの戦いに赴き、やがてウィリアム・バードウッド将軍の副官に昇進した。世界大戦終結の1ヶ月前、1918年10月に兄のアーサーがフランスのサンイコール簡単で戦死してしまう。 パットは世界大戦から帰還した後、直ちに1919 19年からテニス界で顕著な活動を開始した。第一次世界大戦の終結後、テニス四大大,大会は1919 19年から開催が再開された。終戦直後の四大大,大会でパット・オハラウッドはロナルド・トーマスとペアを組み、1919年のウィンブルドン選手権と、 全豪選手権の男子ダブルスで優勝した。注意を要する点として、1919年、全豪選手権の実際の開催年月は1920年1月後半であり、すぐ2ヶ月後の1920年3月に、1920年、全豪選手権が実施された。この大会で、オハラウッドは、シングルスダブルスの単幅優勝を達成する。 シングルス決勝では、ダブルスパートナーのアール・トーマスを6から3、4から6、6から8、6から1、6から3のフルセットで破り、ダブルスはトーマスとのペアで2連覇を達成した。3年後の1923年、オハラウッドは2度目の全豪単覆制覇を達成した。この時は、シングルス決勝戦の対戦相手と、ダブルスパートナーが共に、バート戦ト・ジョンであった。 1925年に全豪男子ダブルスで4度目の優勝をしたときは彼のパートナーはジェラルド・パターソンであった。彼は男子テニス国別対抗戦デビスカップにおいても1922年と1924年の二度オーストラリア代表選手として出場し通算17勝6敗の成績を残した。現役選手時代の1926年 オハラウッドは、ザールズテニススターズアンドハウー・プレイザゲームという題名の著書を出版した。オハラウッドはオーストラリアを代表するテニス選手として、ウィンブルドン選手権と全米選手権に二度ずつ遠征した。ウィンブルドン選手権では、1919年にロナルド・トーマスと組んで男子ダブルス優勝、1922年にスザンヌ・ランランと組んで混合ダブルス優勝を、 記録したが、シングルスは二度ともベスト8で止まった。全米選手権は1922年と1924年の二度、ジェラルド・パターソンと組んで男子ダブルス準優勝者になっている。全豪男子ダブルス4勝やデビスカップのダブルス通算成績、並びにウィンブルドン選手権や全米選手権の成績が示すように、彼はダブルス分野における 東大一流の名手として知られた。パトリックと妻のメリルは1923年8月3日に結婚した。メリルは結婚当時最初の夫と死別したやもめだったという。メリルは全豪選手権の女子ダブルスで1926年1927年の2度優勝した。夫がプロ転校した後の1932年全豪選手権混合ダブルスで メリルは日本の佐藤二郎と組んだ準優勝がある。現役選手時代はパットとメリルが夫婦ペアで混合ダブルスを組んだ記録は残っていない。オハラウッドは1930年にプロテニス選手となり、その後はオーストラリアローオンテニス協会などで公認コーチの仕事に携わった。選手としての第一線から退いた後もパットとメリルのオハラウッド夫妻は オーストラリア各地でテニスクラブの運営に尽力した。オーストラリア人名辞典によれば、オハラウッドは妻に先立たれ、子供を持たずに死んだと記されているが、メリルがいつ死去したかを示す、はっきりした資料は残っていない。前世紀から40年近く経った後、ヘクター・パトリック・オハラウッドは1961年12月3日に、故郷のメルボルン市内で70年の生涯を終えた。 オーストラリア人名事典、ありがとうございます。